今日はですねななかなか面白い記事を持ってきましたタイの最低月給は日本人初任給平均を上回ったということなんですけども、これ本当なのかなと、タイ勤務っていうのは日本よりも高時給っていうことはどうなんでしょうかということでね、もうこれはもう確かめられていることなんですよ実は2017年の6月30日という、1年以上前の記事なんですよね。 えー、で、結論から言うと、これはその通りなんですよ。これずっと記事を読んでいくとわかるんですけども、あの、ここにも目指しがありますよね。えー、物価安の国で日本より高い給与で働くっていうタイトルです。これまさにね、そうなってるんですよ。タイっていうのは経済発展が凄まじくって、で、反面日本っていうのは経済発展あんまりしてないんですよね。で、ここに2017年のタイ人の所得、家計収入まとめっていうのがあります。この表を見てください。 えーっとね、一番下の方に行ってみると、まあ、大学卒とかってなると、21万3892円っていうのが出されてますよね。でも一番安くって高校卒でも16万8230円ということなんですよね。うん、で、えー、どんな形のバランスかっていうと、えーっとね、日本人の最低月給が、あのこのタイで考えると、5万バーツなんですよ。 5万バーツってのは18万5千円ぐらいのことなんですけども、これを日本人の感覚で言ったら、まあそんな会社よくあるよねって話なんですけども、タイって物価がむちゃくちゃ安いんですよ。バンコク、タイのね、あのバンコクってありますよね、都市が。で、生活する人の大半、60%ぐらいは、月に5千バーツから、使う人でも2万五千バーツで暮らしてるんですよ。で、5万バーツももらってる人って、18万5千ももらってる人って、全体のおよそ13%。 つまりですね、日本人というだけで給料が優遇されて比較的良い暮らしが保障される上位10%以上の暮らしができるのがタイの環境なんですよね。だから日本でブラック労働とか頭痛いんだったら、まあ、タイに暮らせばいいんですよ。いきなりあの高所得者層ですからね。で、えー、買い物はむちゃくちゃ安いと。で、経済発展してるからあタイにいるメリットむちゃくちゃあると。うんはっきり言って 豊かに暮らせます。まあ昔から東南アジアだよね、物価の関係で豊かに過ごせるっていうのがあったんですけども、問題は、あ病院とか病気とか文化の問題とか貧困の問題だったんですけども、今、タイはそういうものを全く心配ないです。貧困って言えばですね、日本の方が貧困なぐらいですよね。みんなスーツを着たりね、えー、なんかこう、パソコンを持ってたりスマホを持ってるんだけど、みんなして貧困で時間までないと。 で、タイってのは、そこまでね、えー、労働してないですからね。まあ、それはちょっと長くなりますんで、次の、フェーズに譲りますけども、あの、皆さんが、おそらく、小学校の頃に描いていた、大人になったら、土日休みで、アフターファイブ、まあ、6時ぐらいには、会社を退職、退職じゃないわ、帰ってきて、家で過ごすみたいなね。で、もしかしたら、大人になっても部活ができたりとか、なんかね、趣味ごとの習い事が平日からできるんじゃないかな、みたいなのができます。で、給料は、 そんなにに変わらずにプラスプラスですよ物価が安いんで皆さんの所得は半分ぐらい毎月毎月残ります、うん、いかがでしょうかということですよね、えー、もうちょっとねリサーチ進めて続編の方もお伝えしていこうかと思いますけどもやっぱり世界を見るとね あの、いろいろと分かってくると思います。あの、日本人だけが日本語しか話さないし、日本円しか使わないし、全然こうね、まあ、赤ちゃんって前回ね、表現しましたけど、分かってないっていうか出ていってないんですよ。精神的に全然グローバル化してなくって、日本語の、日本文化のものだけを見て、世界が繋がったみたいに勘違いしちゃってるんですよね。うん、だから、なんかね、こう、なんていうんですかね、 あのまあ繰り返し言いますけども日本人だけなんですよ日本語しか喋れないの単一言語の民族っていうのはで他の国は3カ国語があのレギュラーで普通ですから私もでは何カ国語話せるんかって言ったら別に話せないですけど、うん、自分の身を顧みてもですね、うん、こういったあれですけども高所得な人でも 単一言語でやってるんですよ。うん、だから英語を覚えるだけで所得って10倍ぐらいになるはずなんですけども <laughs>。うん、だからね、あのー、暮らし苦しいなっていう人は言語を増やしてみるだけで一気に楽になると思いますよ。周りの人で喋れる人いないと思うんですよ。うん。でも、英語のニーズとか言語とかコミュニケーションのニーズってむちゃくちゃ高いはずなんですよね。であとは、英語圏の文化、もしくはあの、日本以外で何が起きてるかってことを知るだけで、え、今回こういう風な動画をね、私あげましたけども、 気づきがあったと思うんですよえ、そんなことになってるんだみたいになったでしょ。だからこれが、うん、まあ、なんていうんですかね、気づきの情報発信なんですよ。ただ、この記事っていうのは、普通にその辺の人たちが適当に書いた記事であって、しかも、1年以上前の記事ですからね、全然最先端の情報でもなんでもないわけですよ。おそらく皆さんが、あ今日、一番新しい情報を、ブログとか、新聞とか、ネットのなんかニュースとかで見るよりも、あの新しくはないけども、ものすごく、うなんですかね、 頭脳改革を起こ,せる起こさせるような記事だったんではないかなと思います。まあこういう風なのがね、えー、ですか、受け取り方ってやつですよね。最新情報に宝が生まれてるわけでも何でもないですから、古い情報を扱い切れてない人に新しい情報は、まあ無意味だということかなと考えますけども、いかがでしょうか。では失礼します。